今週の今日の俳句は、視聴者の皆さんから寄せられた俳句をご紹介します。革靴に伸ばす靴積み年の暮れ。革靴に伸ばす靴積み年の暮れ。今月の兼題、年の暮れでお寄せいただいた四国中央市の星月さやかさんの句です。今年もあと一月を切りました。1年の終わりを年の暮れと言います。新年を迎える用意のため、人も街も賑やかになります。仕事の現場も慌ただしいことでしょう。そんな忙しさの中でも丁寧に生き、新しい年を迎えようとしています。星月さやかさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーでは俳句を募集しています。次の兼題は大根です。テレビ愛媛のホームページ聞ける俳句のコーナーなどで募集しています。今月25日まで募集しています。ご応募お待ちしています。お待ちしています。今週の今日の俳句は、視聴者の皆さんの俳句をご紹介します。にぎやかに年の暮れ吐くルンバかな。にぎやかに年の暮れ吐くルンバかな。今月の兼題、年の暮れでお寄せいただいた東京都の阿部やふりさんの句です。ルンバは自動で床を掃除するロボット掃除機です。実際に動かしてみると、やはり掃除機ですからそれなりににぎやか。でもうるさいとは言わず、にぎやかと言いなすことで、ルンバの頑張りを楽しむ気持ちが生まれます。大掃除を手伝うルンバに感謝しつつ、人間も新しい年を迎える準備に勤しみます。東京から阿部やふりさんの俳句でした。このコーナーでは俳句を募集しています。次に募集する兼題は大根です。テレビ愛媛のホームページ聞ける俳句のコーナーなどで、今月25日まで募集しています。ご応募お待ちしています。お待ちしています。今日の俳句は兼題、年の暮れです。おちこちの監視カメラや年の暮れ。おちこちの監視カメラや年の暮れ。松山市のポツさんの句です。現代は監視社会とも言われ、町のそこかしこに監視カメラが設置されています。年の暮れの街中を歩けば、きっと私もあちこちの監視カメラに映り込んでいるのでしょう。賑やかな街のひんやりとした裏側を垣間見る瞬間、どうか不穏な出来事が映り込むことなく、みんな穏やかに新年を迎えられますように。松山市のポスさん、どうもありがとうございました。このコーナーでは俳句を募集しています。次の兼題は大根です。テレビ愛媛のホームページなどからご応募ください。今月25日まで募集しています。ご応募お待ちしております。続いては今日の俳句です。裁判の紙片ふぶけるシュレッダー。裁判の紙片ふぶけるシュレッダー。兼題、年の暮れでいただいた香川県のオキーフさんの句です。1年の終わり、年の暮れのことを裁判とも言います。年末を迎えた仕事での一場面でしょう。整理された書類をシュレッダーにかければ、裁断された紙は勢いよく吐き出されます。今年もさまざまな記憶もバラバラに過去へと飛んでいきます。忙しい裁判の実感を表現しました。裁判の紙片ふぶけるシュレッダー、今日の俳句でした。
続いては今日の俳句です。重箱の螺鈿の木だよ年の暮れ。重箱の螺鈿の木だよ年の暮れ。兼題年の暮れでいただいた松山市の三好真紀子さんの句です。漆面にきらめく貝殻がはめ込まれた美しい螺鈿の重箱、忘年会やおせち料理に使うために出してきたのでしょうか。よと呼びかけたことで螺鈿のきらめきが強調されました。押し迫る年の暮れに程よい緊張感を与えつつ、年をまたぐ華やかさも生まれています。このコーナーでは皆さんから俳句を募集しています。募集する兼題は大根です。テレビ愛媛のホームページからかはがきでご応募ください。今月25日まで募集しています。お待ちしています。待ちしています。